8時になりましたので、ズーム始めさせていただきます。毎週、たくさんの方にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。本日で金曜ズーム32回目となりました。すごい。すごいですね。本当にありがとうございます。はい。そして、この金曜ズームなんですが、100名限定となっております。そしてですね、今日は、特に会社のキャンペーンもあと2週間ということで、タイトルアップとかですね、一つ上に、行こうと思われている方々のために、私もそうなんですけど、今日はいつもとちょっと思考を変えまして、井出口さんのセミナーということで、すごくですね、もう今現在で85名です。で、本当に申し訳ないんですけれども、お名前のある方を優先にさせていただいています。本当にお名前のところが iPhone だったりですとか iPad とか、パスワードで入ってる方はですね、ちょっと今許可ができない状態にあります。はい、すみません。いっぱい待機してるね。はい、そうなんです。いっぱい入っていただいてるんですけど、ちょっとお名前がですねなくて。そうですね。はい、申し訳ありません。はい。で、今日はいつもはですね、1時間ぐらいのお時間でさせていただいているんですけれども、ちょっと1時間オーバーするかもしれません。よろしくお願いします。はい。ではですね、ちょっとお時間もなくなると、いけないので、早速ですね、井出口さんの方にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。今日はよろしくお願いします。はい。はい、皆さんこんばんは。改めまして。お願いします。30週もね、続いてるわけですね。すごいね。世の中ってまさかってね、本当にコロナがあって、僕自身も今年ね、もうあと1ヶ月切ってしまいましたからね。今年初めにコロナが言われ始めて、2月の終わりにフィリピンと3月タイとね、行ってきたわけですけれど、その後すぐにもう、出入国禁止になってね。僕の中では、コロナは、まあ夏ぐらいには、ちゃんとなって、9月ぐらいには、まあ、動けるようになるだろうみたいなね、ことを思ってました。ところがどうでしょうかね、まさかこんなに長引くとは思ってませんでした。そして全国大会までできなくなるなんて想像もしてません。それまでには多分大丈夫だろうと思っていたところ、全国大会をどうしようというようなこともね、トリプルの中で打ち合わせされたわけですけれど、その時の僕の意見は、来年の3月か4月にでも遅れてもいいので、やっぱり 4,5 千人の会場をやりたいと、やってもらいたいと本当は思ったんですけれど、社長の判断は素晴らしかったですね。4カ所に分けて、全国で、開催されました。もしあれやってなかったら3月か4月の全国大会開催は不可能だったかもしれませんね。まあ、そう考えた時に、やはり人が集まってくるって大切なんだろうなということを改めてね、全国大会のあり方も含めてね、考えましたけど、まあ、まさかっていうことが起こりますので、はい。でも Zoom のおかげで、私も1年間、今までと違ってあっちに行ったりこっちに行ったりすることはなかったんですけれども、反対に忙しかったですなぜかって、毎週金曜と日曜日はですね、この Zoom に参加するように努力をしてましたので、ね、ほとんど、出ておりますから、でもそのおかげで、私にまだこの、1年、今年になってメンバーになられた方などは、私に会ったことがないという方がすごく多かったりしてですね、このズームの画面で井出口さん見ましたみたいな人もいらっしゃいます。まあ、でもそういう方たちものおかげでですね、私も本当にこうなったらいいなっていうね、健康も手に入れ、そして豊かな経済も手に入れ、そして豊かな時間も、そして、私から伝わった方々がしっかり成長なさって、同じように豊かな、経済、豊かな仲間、心を持つ仲間、ね、そういうね、豊かな時間も共有する仲間が、ね、どんどん増えてきておりまして、その方たちが今現場を、回って助けて皆さんをサポートしていただいてますので、本当にね、できることはないかなということで、今このズームのね、お手伝いができれば少しは、恩返しができるかなと思ってですね。で、今日は、そんな皆さんに、
私のちょっと過去の経験を踏まえた上で、少しでも新しい方にとってお役に立てればなということで、今日はビジネストレーニングみたいなね、お話をさせていただきたいと思ってます。はい。ということで、後でね、質疑応答の時間も設けたいと思ってるんですけれど、まずですね、みんなここをズームに出ていらっしゃる方もそうなんですけれど、私もいろんな会場でね、このコロナになる前は、いろんな会場に行かせていただくと、なるべく早い時間に、会場がオープンした時にはもうついているように、ということでね、ビフォアを、ね、させていただくというようなことを心構えでですね、行くわけですけれども、ビフォアっていうのはセミナーの前の時間を使ってですね、私はその会場に来ていらっしゃる方をリサーチします。どんな方が来ているんだろう、そしてまた、その方たちの悩みはどんなことなんだろうなどを聞きながらですね、その日のその会場で、何かしら、ちょうどぴったしのお話ができればと思ってですね、いろんな方と交流をさせていただきます。その中でですね、たまたままだ登録して、この間もですね、10月だったか、ちょっと忘れました高松とですね、香川と愛媛とね、2日間、11月の2日3日だったかな、なんか1日2日かなんか行ってきましたけれど、その時もですね、一番前にね、座ってらっしゃる方と交流をさせていただいたりしながら、ちょっとリサーチをする。でまたそこにいらっしゃる方を活用しながらですね、会場での、気づいていただけるようなお話をさせていただいたりする。その中にですね、私が一番気づかせていただくことがたくさんあるんですよ。それはどういうことかって言いますと、人間ってね、慣れって恐ろしいですね。やっぱりこう初心を忘れることってたくさんあります。そういう新しい方々と会場でお話をさせていただくとですね、まだ登録して1週間とか1ヶ月とか3ヶ月とか半年とか1年、でも動き始めたのは登録して1年になります、2年になります、でも気づいて動き始めたのは1ヶ月前なんです、などような方たちと交流をさせていただいたりするとですね、その中でなんで気づいたんですかなどとお話しさせていただきながら、なんでやってみたくなったんですかということを聞かせていただくとですね、いろんなそのなんていうかな、気づきというか、スイッチが入る瞬間というのを聞かせていただくんですね。それが私にとってですね、やっぱりこう、あ、そうか、そういうところで気づくんだみたいなことを改めてね、気づかせていただいたりしながら、だからまたその会場でですね、そういう方、そこにいらっしゃる方の活用をしながらですね、お話をさせていただいたりするわけです。わ、なんかもう一瞬で100人超えてしまって、待機室にいっぱいいますね。まあいいか、ね、待機室に来ていらっしゃる、あ、ちゃんと名前出てる方も入れない方がいらっしゃるようですけど、まあ明日ビデオがね、多分、撮ってあると思いますので、皆さんのところにはまた、ビデオを見ながら学んでいただければと思います。で、まずですね、今日のこのズームの参加されている方の中にも、ね、頑張っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、いやいや、まだ今から頑張りたいんです、でも何をやったらいいかわからないとかですね、頑張ってるんですけどなかなか思うようにいかない、どうしたらいいですかっていう、そんな方ばっかりだと思いますので安心してくださいね。自分だけが悩んでると思わないでください。みんな同じところで立ち止まって、みんな悩みながら頑張ってくれてます、ね、そんな方に、今日は、いや今日のズームに聞いてよかった、ズーム出てよかったと思っていただけるようなね、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、4 days に出会っているということがどれぐらいすごいかということをまず、認識してほしいというかね、分かってほしいんですよ、うん、ただ単にですね、まあ仕事になるとは聞いている、でも10万、20万、30万稼げばいいと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんし、稼げるだろうと思ってらっしゃるかもしれません。ただその収入の質とか、価値が全く違うということにやりながらね、何かあった時に気づくことって結構あるんですね、例えばどんなことかって言いますと、そうですね、あ、これある、まあ名前は出しませんけど、あるリーダーさんがですね、井出口さんという、私
頑張って一生懸命頑張ってるんだけど、あのなかなか思いにいかないんですよ。今グループ何人？いや、もう200人、やっと200人ぐらいになってそこでずっと止まってるんです。私こんなに頑張ってるのにっておっしゃって、そうなんだ。でもね、入口さん頑張って増えたと思うと減るんです。頑張ってる人私だけなんです。なんていう方が多かったりするわけですけれど、その方がですね、この1年、この1年半、ずっと増えたと思って減るんですよって。私こんなに頑張ってるのに、いくら取ってんの？35万ぐらいしかないです。35万もあるじゃんって言ったら、35万。でも私は結構ね、あっちに行ったりこっちに行ったり結構経費使ってて、大変なんですよって文句言われたんですね。文句っておかしいなと言われたんですね。その時に、いやいや、それってね、いやでも私、入口さん、もうね、ここに行ってよって言われたら、私行けないから、こんな人いるから行ってよって言われたりするんですって。うん、いいじゃんって。行ってて言ってくれる人がいるだけでもいいじゃんって。その人がいなかったら仕事ないんだよ。でもね、私ばっかりなんですよ、僕の。なんて言ってたりしてた方がですね、ある時に娘さんがですね、交通事故に遭いまして、で、その娘さんには受験生がいるということで、入院をすることになって、自分がちょっとだけ手伝いに行くことになりました。で、1ヶ月のつもりがですね、約2ヶ月ぐらい、ずっと思ったようにならなくてですね、2ヶ月ぐらい、仕事ができずに、その娘さんの、ところにずっと、行ったりしちゃいました。ところがですね、全く動けないにもかかわらず、電話ぐらいはできるけれど、ほとんど仕事ができない状態だったということですね。なんと2ヶ月後帰ったらですね、グループが伸びてたんです。で、驚かれたのは、収入がちゃんと入ってくるだけじゃなくて増えてたということです。動かなくなった時に初めてわかるんですよ。自分がですね、こんだけ動いてるのになかなか増えない言ってる時ありますけど、でも動いてる時って動いてるから収入が来てると皆さん思ってらっしゃると思います。それは過去動いたことが結果になっているだけであって、2ヶ月間全くほとんどと言っていいぐらい動けなかったにもかかわらず、ちゃんと収入がね、37、8万ぐらい2ヶ月続けて入っていたということ、そこでね、初めてその収入に感謝をされたですね。ああ、こういうことなんだって。そして自分がいないからこそですね、リーダーって あんまり当てにしてなかったリーダーやらざるなくなって、頼られてですね、成長なさっていて動かれたということにもまた気づかれてですね、はい、本当にですね、動かなくなった時にまた入ってくるっていうね、そこにね、気づいていただきたいんですよ。だから過去頑張ったことが未来に向けてずっと権利的収入になるという、家賃のように入ってくる収入であるということ。ちなみにですね、ちょっと待ってくださいね。画面共有できるかな。ちょっとやってみましょうか。僕あんまりやったことない。やってみますね。あ、やってあります。大丈夫です。はい、僕の画面を、僕の画面はね、iPad の画面です。どうしたらいいんだっけ。 iPad の時は画面共有を押して、どうしたらいいんだろう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すぐ iPad と思ってね、パソコンを手で触ってた。iPad、はい、これですね、これで画面の共有、iPad を入れるときはどうしたらいいかって、プラグイン、インストール、ですね、あ、違うか、iPad。忘れたな。一回したことあったんだけど、iPad を画面共有するときどうしたらよかったっけ。
これか。あれ？あれ？画面共有ができないね。ちょっと待ってくださいね。あ、これか。コンピュータの音声を共有。あら、画面共有の仕方が分かりません。あ、すいません。うん、あ、久しぶりです。リグさんのパソコンで iPad の画面を共有しようとしてる感じですかね。そうそうそう。それだとその画面共有って押していただいて、うんうん、で、iPhone、iPad っていうところを押していただいて、うん、はい、で、あとその iPad の方で、うん、こういう風に上からちょっとスライドを出して、ちょっと待って、見えてませんね。こういう風に、うんうん、あ、上からね、はいはいはい、はい、でその中の画面ミラーリングっていうのを押していただきますと、うん、はいはい、出た。そしてこれを画面ミラーリングが出ました。ちょっと待ってね、まだ電波が悪いのかな。そこに多分出てくると思います。Wi-Fi。画面ミラーリングしてるけどね、Wi-Fi が悪いのかな。Wi-Fi がないとダメよね、当然ね。そうですね、同じ Wi-Fi につながって出ると出ると思います。あ、近くの Wi-Fi。 つながってるね。あ、入江さん、パソコンの方で、うん、その画面共有を押していただいた後に iPhone、iPad っていうところを押した後に画面共有って右下の青いボタンがあると思うんですけど、そこを押してもらってますか。はい、はい、はい、押したらインストールが出てきたよ。あ、じゃあそれでやっていただいて、でそれでもう一回 iPad の方でミラーリングをしていただくと出ると思います。 iPad の、あ、これか、これいいか。あ、大丈夫です。でミラーリング、でこれでいいわけ。でビジネス、はい、今日ね、さっきね撮ったね、毎月10万円来るっていうことは、これ建売り住宅なんだけど見えてます？建売り住宅の写真。見えてます。おうおう、これ3080万って出てますよね。これ買えばどうですか？借家にすれば毎月10万円入ってきます。うん、ということは、4days で100人ぐらいのチームができれば、この3000万の家を4days という会社からもらったのと一緒です。うん、そこが分かってないんですよね、みんなね。ちなみに自分が3000万の借家を買うためにはどれぐらい頑張らないといけないかね、よく考えたら分かると思うんですけど、ちなみにちょっと待ってね、ノートがどこやったか、これか。まだ使い方がね、よく分かってなくてね。はい。おー、OKOK。はい。毎月10万円来るということは、ん？はい。毎月10万円来るということはですね、10万円の家賃が入ってくるのと一緒です。これ見えてますかね？見えてるね。よし。見えてます。これね、まだ慣れてないのでごめんね。僕が練習してるようなもんでね。はい。10万円の家賃が入ってくるわけです。毎月毎月。これ、3000万の家を持つには、25万円の貯金を1年間して
やっと300万貯まるんですよ。これ10年かかるんですよね、3000万の家を建てるのに。そう考えたときに 4days では自分から約100人のチームができれば、これ借家一軒もらったのと一緒ですよね、そう考えたら本当にめちゃくちゃすごい話なんですよ。だからそのために皆さんが10年頑張って家建てれます？25万貯金できますか？っていうことです。そう考えたら本当にですね、25万のね貯金できないです、現実に。でこれを10万貯金しても、12万5000貯金して20年かかるわけですよ。10万貯金したら25年かかるんですよ。それをこの 4days で頑張れば、約100人のチームを作れば、ということは100人作るのに1年かかったっていいと思いません？でも言っときます、この仕事はね、早ければ早いほど簡単になるんですよ。でちなみに、誘うときにですね、このように誘ってほしいんですよ。健康食品の話をするとほとんどの方が私はいらないって言われますので、僕はいつもですね、大体あの若い人の場合は健康食品いらない、でも綺麗になるの興味あるよねって、でいつも使わせていただくのがこの、鹿児島の中森さん、2003年この時40代、多分47か8、そしてこれ2011年、こっちの方は55か6で、それから8年後です。どうですか、これ63か64なんですよ、はい。で若返って元気になって、綺麗になって元気になって若返る、そしたら手に入ったものがこれご自宅です。これをあの 4days スタイルに載ってるやつなんですけど、よく考えてくださいね、この当時中森さんここに書いてあるのを読めばですね、40代半ばで1300万の借金、シングルマザーになり体調ボロボロの時に賀来さんと出会って、そして頑張って10年後、銀行から1億の融資を受けれるような信用を得て建てられたご自宅なんですね。そう考えた時に、これ1階がですね、ここに息子さんと2人で写ってるとこありますけれど、1階がサロン、2階がご自宅というような、こんな家をね建てれるわけですよ。皆さん10年で、1億円の家が建てられるとしてどうですか。こんな仕事に出会ってるということを、皆さんが把握してほしいわけですね。ちょっと待ってください。そして画面を元に戻したいんだけど、戻すときはどうしたらいいんだっけ。画面共有外すときはどうしたらよかったっけ。パソコンの上の方のところ、何か出てくると思います。パソコンの上の方に出てこんね。緑か赤のやつないですか。あ、これ共有の停止か。というように、まずこの仕事の質とか価値をね、皆さんがよく理解してないので、だから、10万円を稼ぐと思っているから、10万円の稼ぐ動きしかしないと思います。100人グループができるということは、3000万の家を建てたのと一緒です。いや、建てるというのは 4days っていう会社からもらったのと一緒です。自分がね3000万持ってても、家を建てるには土地を見つけないといけません。そして不動産屋見つけて、建築屋さん見つけて、設計して、そして、建築屋さんに家を建ててもらう間に半年かかるんですよ。その間大変ですよ。そんなことをせずにね、 4days という会社が家を建てて、人も入れてくれて、管理してくれて、集金してくれたお金を皆さんに振り込んでくれてるような。だからものすごい価値があるんですよ、労力。自分がね、実際に建てようと思ったら、これ借家だったらね、もうパッと建てたいでしょ。建て売り住宅買った方が本当に早いんですよ、でもそう考えた時に、現実に3000万まず貯めることが不可能でしょ。
でまたローンを組んで建てたとしてもね、家はどんどん古くなっていきます。そう考えたときに 4days の収入の質っていうのは、僕もですね、32の時から不動産建て始めて、今66ですから、一番最初に建てた家はもう34年経ってるんですよ。どうですか？34年経ってる家っていうのは塗装のやり替え2回やってます。もうそろそろ3回目を考えないといけない時期に来てます。エアコンの入れ替え、ボイラーの取り替え、風呂釜の入れ替え、こんなことを考えたらですね、不動産なんて持つもんじゃないです。で 4days はその100人のチームができた時、自分と同じように、人生を変えるチャンスを掴んだ人たちが、そこに掴もうとしている人たちがいらっしゃるということです。なので、皆さん、この仕事は普通の仕事との一番の違いは、自分が豊かになるために人を豊かにしていく仕事なんですよ。一人で成功できないんですよ。ここがね、一番の、皆さんのこの仕事の価値を分かっていただきたい。だからまだ皆さんでうまくいってないという一番の理由は、私から言わせるとですね、優先順位が一番になってない。だから、本当にすごいと、ものすごいものだと分かった人は、これ真剣に考えてみてくださいね。12月17日まであと2週間あります、ね、今、増額キャンペーンと、この形キャンペーンがね、あってますので、これ、分かって、達成してみてください。あのアジェンダ直紹介6人、 B コース G コースだったら6人やったら10万円くるんですよね。わかりますか？そしてアジェンダを達成してしまうんですよ、うん、でその6人の方にギリギリ17日で達成したらどう思います？その6人の方は文句言いますよ。なんでもっと早く言ってくれなかったの？私も2週間前に聞いてたらやれたのに。はい、ちょうどこの2週間前です。明日ですね、ぜひですね、本当に真剣に頑張れば、このものすごい価値があるということに気づかれたら、これ、本当にこの価値が分かってる人は仕事辞めてやると思うんですよ。ぐらいの価値がある仕事です。だってそう、今のやってらっしゃる仕事を頑張ったからってね、月収1万円上がらないんですよ、1年後に。あとは覚悟。なので、まあ、それをやろと、やれって言われてもですね、できませんから。まずやることは何かっていうと、今言ったような、なんか、嘘みたいなこと言ってるけど、本当かなって、新しい人は思われると思います。だから、まずやることは、はい。この本当かどうかっていうことを確かめるということですね。確かめる。ここがすごい大切なんですよ。僕はもうずっと25年前からネットワークを始めたときに、一番最初からいつも言っていることは、この確信を取るということなんです、うん。もうこれしか言ってきてませんから。本当に。だからもう井出口さんの話は、毎回同じだったということに、今頃気づきましたということを言われる方結構多いんですよ。同じ話なんだけど、やっぱりその時に入ってくる皆さんの成長とともにですね、入ってくるものが違います。つい先日もですね、茨城県の方に、佐々木真理子さんがね、ビジネストレーニングで1週間ぐらい前かな、行ってらっしゃるんですよ。そしたらですね、そこに行っている佐野美恵子トリプルのチームの、方々がですね、もう初めてマリコさんの話を聞きましたみたいな人もいらっしゃったんですけど、カモの法則をねやっぱりすごくびっくりしてましたし、佐々木マリコさんのエネルギーの高さとね、そして、人を思う気持ちのところに、感動されてましたけれど、2回目の方とかね、3回目の方が初めて会った時もすごいって思ってね、エネルギーたくさんもらったんですけれど、今回全く違う感動、全く違う気づきがありましたっていうぐらいですね、話は一緒だったかもしれませんって言ってました。でもね、やっぱりその方が半年や1年の間に成長なさっているということですね、はい、なのでこの仕事は本当に仕事という捉え方をしっかりしていただきたい。なのでまずやること、
毎回私言いますけれど、疑って疑って確かめていくということなんですね。ちなみにですね、ちょっと待ってね。画面共有をちょっともう一回ね、したいと思います。はい、私がいつも、皆さんに話をするときに、人が言っている怪しい話ですから、これ人が言うっていう字は信じる字ですからね。だからまずはですね、疑うこと、疑ってですね、これすごい大切で、自分の目で見て確かめる、これすごい大切なんですよ。で、まずこの信じるという字、まずは自分の目で見て何回も確かめるということですね。確かめて、本当だったら確信になる。ここが一番大切だと私は思ってるわけです。だから毎回ですね、いろんな方にですね、お話しさせていただくときに、もうこの確信の話しかしません。で、どうやったらその確信が取れるんですかって。で、最近ではですね、このズームのおかげで、いろんな方がね、いろんな方のマイストーリーを聞くことによって確信が取れている方々もたくさんいらっしゃいます。ちなみにどうですか、ちょっと前、2週間ぐらい前、3週間前だった、行司まどかさんのね、ズーム見た人、はい、あれ見てない人がいらっしゃったらね、もう一回見れると思いますので、ちょっと過去に送ってる動画を見てくださいね。行司まどかさんのズーム、あれを見るだけでもですね、ものすごく面白いと思いますけど、僕は行司まどかさんのズームの、見てもらいたいと思うときに、まだあんまり意識の低い人にですね、このビデオ見てって言って送っても、最初のうちに、開いてみても、なんかピンとこないわって言っても、1分2分3分で止めちゃうかもしれません。結構めんどくさって言ってやめるかもしれません。でも見たくなるトークっていうのがあるんですね。これを見ることによって何が手に入るかっていうこと、それとまた、見たくなるっていうのはどういうことかという結論を先に言ったらいいかもしれません。行司まどかさん、僕が今から言うのちょっと時間誰か測っとってもらっていいですか。はい、今ここにね、面白いビデオがあるんだけど、行司まどかさんっていう人がね、話をしてるんだけど、その人ね、月、今月収もう120万になってるんだけど、一回聞いてみない、その人の話で。その人はね、全くの付き合いで、5つ上の先輩から言われて、製品ね、この化粧品いいでしょって言われて、半分塗ってもらったらピッとして、わ、これ欲しいと思って使うことにしました。ところが、使い方もろくに知らず、半年経ってしまいました。気づいたら4本余ってました。なぜ使い方をしっかり聞いてないし、高いものだしもったいないから、2、3プッシュを使っていたら、まだ2本使わず4本残ってました。そしてちょうどその頃、彼女は離婚をなさってシングルになり、毎月払う1万400円がちょっともったいないと思って、その伝えてくれた方に、やめていいかしらって言ったら、あら、いいわよって、って引き止めもしないのと思ったけれど、その時にセミナーに行ってほしいって言われて、あ、セミナーだったらと言ってセミナーに行きました。その会場に来ている50代のおばちゃんたちの肌の綺麗さ、肌がツヤツヤピカピカ、それを見て、どうしてそんなに綺麗なんですかって聞いたら、私たち20プしよって言われてびっくり。で、その時に初めて化粧品の話と拡散の話を聞いたそうです。で、さ、彼女は、余ってる4本を負けずに使おうと30プッシュ使ったら、なんと2週間の間に
5人の人にどうしてそんなに綺麗になったのって聞かれたから教えてあげたら4万9000円来たそうです。それからって過去アムウェイを頑張った時500円最高月収だった彼女、500円取って0円0円0円370円0円という経験をしていた彼女は、頑張ってすごいいいものよと教えてあげたらなんと3ヶ月で LINE リーダーになり16万の収入を得て、そのまま勢いでディレクターに翌月24万の収入になりました。ところがもう言う人がいないからまあいっか20万もらったしと思っていたら次の月何もしてなかったのに23万、これって間違いだろうと思ってアップの方に言ったら、いやここリピート率 90% よということで初めてこの仕事の価値が分かってそこからコツコツ頑張られて今月収120万の人よ。このビデオがあるから見るって聞いてもらえばだいたい今1分ちょっとぐらいか1分半ぐらいかなだと思うんですけれど、とするとへえそんな人のビデオですか、わかりました見たいですって見てくれるかもしれません、ね、ただこのビデオ見てって渡された人はよくわからないままずっとなんか退屈になって見なくなるかもしれません。なのでやっぱりこういうマイストーリー一つにしても、見たくなるような、アプローチをしてそして見ていただくとその意味がしっかりわかります。なのでマイストーリーっていうのはすごい重要なんですよ。で、その行司まとかさんの話もしっかり聞いていただくとですね、あ、そっかそういうことなんだ、じゃあ私最初からもうちょっと真剣に頑張っておけばよかったとかたくさんのヒントがありますので、そのビデオよかったらぜひねまだ見てない方がいらっしゃったら見てください、はい、そのように、確信を取るということはいろんな方のマイストーリーを聞くとその方のスイッチが入った時というのが、あるんですね。そういうのをですねたくさん聞いていただくと、面白いかもしれません。それが確信につながる、私は、いろんな方の、マイストーリーを聞いたら、本人がしゃべるのよりも簡単で短くですねで興味を持っていただけるようなマイストーリーにします。ちなみに、この間もですね、マイストーリー突然のマイストーリー会というのを開催しました。その時に始まった時にですね相川さんっていうね、大阪で頑張ってらっしゃる、70歳の女性が素敵な女性がいらっしゃいます。その方のチームに、私はチームのミーティングをしてあげた時にその相川さんから教えていただいた方がいらっしゃったんですね。あ、井戸口さんちょうどその画面に4人入ってらっしゃってその中のお一人が、岩佐子さんっていう74歳の、女性だったんですね。でその方は健康体操を教えていらっしゃる、方ですごく忙しい。でも、相川さんから、この拡散の話を聞いてあらそんないいものがあったら私飲んでみたいということで飲み始めて5年だったと思います、ね、5年。その飲んで5年経っている彼女は、セミナーにも行く時間がない。なぜか健康体操を教えている先生だから、あっちの教室こっちの教室いろんなところに、参加されているので、忙しくてセミナーに行く時間がなかった。ところが飲んで自分が調子がいいものだから、喜んで飲んで飲み続けていたところ、その健康教室に来ているご年配の方々が、先生どうしてそんなにいつも元気なんですかって聞かれたから、あ、私ね、自分の体に ご褒美をあげてるの。え、何ですか、あ、じゃあ終わってからお話しましょうって言って、健康教室が終わってから個人的にお話をされると、そんなの私も飲んでみたいということで愛用する方が1人増え、2人増え、3人増え、まあ、じわっと5年の間に、グループができていたかもしれません。ところがですね、その方はセミナーにも行かず、ビジネスの価値も気づいていらっしゃらず、そして、今回コロナになったことによって、健康体操が開催されなくなったことで時間ができました。 4days ルームがあることを聞いて 4days ルームを見ました。そしてこの Zoom の勉強会があることも知り、この Zoom の勉強会に出られました。そしてこの仕事の価値可能性が分かって、なんとそこから5月ぐらいからね、この Zoom を見ることができるようになって、なんとそこからセミナーにもほとんど行かずディレクターになってしまったんです。74歳の女性、その方がですね、この間ちょうどマイストーリー会をやってた時に、
相川さんという方が一番最初に、ね、画面に言ってらっしゃったので、私は相川さんにマイストーリーを語っていただいたわけですけれど、その時にその、岩坂さんの話もちょっとしました。ところが、この1時間ぐらいのズームの中で、岩坂さんが、あ、今日はズームが合ってるんだと思い出して、後半にもう終わってるだろうなと思って入ってこられまして。そして、本当にその岩坂さんの話を僕がしてましたから、そしてその方が後半で入ってこられたので、びっくりして、あ、先ほど言ってた岩坂さんはこの人ですって言って、その岩坂さんに本当にその場で、マイストーリーを語っていただきました。というようにですね、マイストーリーを語った時に、普通こういう話をしてもですね、東京の誰々さんってこうなったんだよなんて言われても、九州の人は東京の人って会えませんし、北海道の人は会えません。でも実際にその会場に、マイストーリーの方がいたらどうでしょうか、ね、これがマイストーリーの使い方。どういうことかといいますと、皆さんが会場に行くときに、いや、もう井出口さん、私なんか69だから、74もうすぐ、無理無理、こんな仕事なんてできないわって言われたときに、何言ってんの ?70 代のおばちゃんたちがみんな頑張ってんだよ。でも70だったらそんな大したことないでしょ。いやいや、熊本の会場来たらいいよ。もう受付のやってる人たちがみんな70代だからほとんど。で、受付やってる人ってみんなスターディレクターの人だから、少なくても20万もらってるし、25万、30万、40万、50万取ってる人たちが受付してくれてるんだよ。10人ぐらい並んでるから行ってみてよ。で、だから行くんだったら僕も行くからって言って、じゃあ分かった、行ってみるわ。で、一緒に連れて行くと、実際にその会場にいらっしゃるわけです。というようにですね、会場に行ったらそんな方と会えるよ。こういうマイストーリーの人と会えるよっていう使い方をしていただきたいです。だから、いろんな方のマイストーリーを集める。だから、まずね、一番最初にやること、これを仕事で捉えて収入を取りたいと思ったあなたは、まずですね、やることは名刺を作るということです。名刺を作る。はい。なので、名刺を作ってですね、皆さんができたら、目立っていただきたい、覚えてもらうということですね。覚えてもらうというのは、この間ですね、岩永さん親子が、Zoom でお話をしていただいたことがあります。その岩永さんが、最初の頃に荒木トリプルに言われた言葉がありますってありました。それは、常に笑顔でセミナーに100回出なさいって言われたと言われました。そしてセミナーに100回出た時にスターディレクターになってましたとおっしゃいました、ね、ということはどういうことを言いたいかと言いますと、笑顔でセミナーに100回出ると何が起こると思います？いつもねブスーっとしてまた行くのセミナーなんていやいや来てる人は暗い顔で行くかもしれません。暗い顔で行ってね、挨拶もせずただ座ってたら誰も声もかけてくれません。でもどうでしょうか、笑顔で言ったらね、こんにちはってこんにちはって小さな声で言わないですよね。笑顔で行くときはこんにちはって大きな声で行くかもしれません。おお、びっくりしたというぐらいの周りから驚かれるぐらい大きな声で入っていく。いつも笑顔でいたらなんかあんた楽しそうだけどどこのチームとかね聞かれたり、あんた若いけどいくつとか聞かれたり、声かけやすい存在、笑顔の人ってどうですか？暗くてブスッとしていやいや来てる人って誰も声かけませんよね。また眠いセミナーだなと思いながら来てると誰も声をかけてくれません。でも笑顔でニコニコしてたらね、誰のチームなのと声をかけてもらったり、でまた自分の方からも声もかけやすいと思います。そして毎回行ってるとね、仲良くなっていろんな方と交流ができるようになります。そしてその方がね、あんたいつからやってんのとか聞かれたら、いやいや、まだ始めたばっかりなんですよ、あら私なんか5年よとか3年よとか、すごいですねって、いやいやあの人8年よとか教えてくれてね、へえ、ちなみにどんな風にしてやってらっしゃるんですか、いや私も最初やるつもりなかったわよなんて言ってね、その方がマイストーリーを語ってくれます。それがどこでスイッチが入って、そして今人数が200人で収入が20万なんだよなんていうことは話してくれると思います。それがあなたにとっての
確信に変わっていくんですね。はい、だから確信を取るっていうことはいろんな方と交流をする中にあります。だから荒木さんが言われたのはとにかくね、言われた通りにやればわかる、はい、笑顔で100回言ってみてください。そうするとね、必然的に周りの方と仲良くなります。仲良くなるということはその方と交流をすることによってその方のマイストーリーを必然的に聞いてしまいます。だからまず名刺がないとダメですよね。すいません、私こういうものですって言ってね、名刺交換してもらっていいですかって言うと、ああいいわよって、ね、その時にもうニコニコして笑顔だったら、あら、あなたまだ、頑張ってるの、いやまだ2ヶ月ですとか半年ですって、そうなんだって、そうやってね、どうやったらうまくいくんですかって、いやもう私なんか最初は全然やる気なかったわよとかね、でも、こうやってセミナーに行くようになったら分かってきたのよとかね、お茶会するようになったら伸びてきたのよとか、いろんな方のマイストーリーを聞くことができると思います、ね、私は常に昔からこうだったらいいなっていうね、いつも言うんですけれど、皆さんのフレンドリーセミナーだったら、ね、10人とか20人とか30人とか、まあ、いろんな、人数のフレンドリーセミナーがあると思うんですよ。でも理想的にはですね、20人とか30人ぐらいの、フレンドリーセミナーであるならば、私はいつもですね、胸にゼッケンをつけていただいて、ね、前に収入を書いていただく。15万とかね、背中が年齢みたいなね、のを書いてあったらどうですか、皆さん。全員、ね、年齢と収入が書いてあったら。面白いと思いません？それがもう、前に書いてあっていいですよね。前にね、こっち側が年齢。具体的に70歳とか書いてあって、こっち15万とか書いてあったらどうですか？みんな会場に入った瞬間、その人の前に胸に下がってるこのゼッケン見ますよね。あの人75歳で、うわぁ、30万取ってんだ！思いません？はい。というように、いやいや来た人でも、みんなね、入った瞬間面白いよって、年齢と収入が書いてあるよって言われたら、ね、はい、その人年齢が85歳で3万とか書いてあったら、俺あのばあちゃん85歳だけど、もうタダで飲んでるよ。なんでわかるの？だって3万って書いてあるかい？って書いてあったら面白いですよね。はい。でも残念ながら、まだそういうことをやってくれてる人いません。なので、会場に入った瞬間、あのおばあちゃん72歳で収入15万だよ、あのおばあちゃんは79歳だけどもう20万取ってんだよ、本当かしら、いよいよ取ったらちょっと聞いてみようか、ちょっと待って呼ぶから、じゃおいでおいでって言って来てくる、来てもらってね、話を聞いたら、本当にね、72歳だったよねって言ったら、いやもう井出口さんもう73になったよ、収入20万ぐらいもらってるって言ってたよね、いやおかげでねもう25万になったわって言ってくれたらどうですか、うん、これが、会場に、ね、不安を持って69でもう私70だからそんな無理無理って言った人が実際に自分よりも先輩の方でしかも自分よりも喋らせたら説明とかできるんですかって僕はわざと聞きます。知ってるのにできないのに知ってるのに、ね、説明とかしてないよね、いや井出口さんできるわけないじゃない、どうやったら毎日頑張ってるの、そんな15万もらって25万もらってるということは毎日あんたこの年でできないわよ、何やってるの、そうね、週に1回か2回ぐらいお茶会に来てって言われて行ってるだけよ、そしたら毎月25万も来るの、そうよ、ありがたいことにみんなにありがとうって言われてる、毎月来るのよね、この5年間ちょっとずつ上がってきたのって言われたらね、いやいや来た人はどうやったらなるんですかって聞きますよ。いやいや、だから言ったじゃない。連れてくるだけよ。そんな私人に声かけて連れてくるなんて無理だわ。そうそう。最初から連れてこれる人なんていないのよ。まずね、人を誘いして連れてくる前に、まずあなたが自分を連れてくるのよ。自分を連れていけない人が人を連れていけるわけないでしょ。あなたはもう、5回も行ったからもう行かなくてもいいっていつも言ってるじゃない。それで成功しないわよ。これ仕事だから、仕事はね、職場に毎日行くよね。4 days も仕事だから、毎日行くのよ。で、時間があるとき、ね、自分で足を運んでください。
そうすることによっていろんな方と交流することでマイストーリーを聞かせていただく、ね、そういえばマイストーリーを集める、ね、キャンペーンをやってたりしてるチームもあると聞いておりますが、はい、マイストーリー30人集めると、ね、みたいなキャンペーンやってもいいと思いますよ、はい、というようにですね、マイストーリーが皆さんにとっての一番の、確信を取るものになると思います。だから方法とかテクニックとか理論とか理屈じゃやり方ではないんですよ。いろんな方のマイストーリーを知る、そしてその方と仲良くなる、そしてあなたが新しく連れてきた人にその方たちにすいません喋ってもらっていいですかってお願いしたら、あらいいわよ私でよければと喋っていただく人間関係を作ること。あなたが喋るから伝わらないんですよ、ね、これボイスチェンジですから、いろんな、年齢、いろんな経験、いろんな価値観の会場に行った時にはネットワークあれもこれもやってもう二度とやらないってもう懲りてたみたいな人が、フォーデーいいって言ってたのに会場に入った瞬間来てらっしゃるね、あのご年配の先輩たちを見て、そして楽しそうにやってらっしゃるその姿を見て全然違うと気づいて頑張ったみたいな人がいらっしゃいますので、ネットワークを懲りてる人は、ね、もういいって言われたらネットワーク懲りてたけど今うまくいってる人に合わせるから、さたまたまだろ、いやいや何人もいるのって言って何人もの人を知ってないとダメですよ、うん、だからいろんな方のマイストーリーを集めて会場に連れて行く人に合った年齢、価値観、職業、ね、そういう方々におつなぎできるぐらい、あなたがパッと会場に入った時に、あの人が年齢いくら、年齢いくつで、収入いくら、そしてスイッチが入った瞬間、そういうマイストーリーをね、全部知ってたら必ず成功します。私はマイストーリーを言えて言えればね、いろんな方のマイストーリーを山ほど喋れます。何百人分も喋れると思います。ちなみにね、森田課長とかね、上村くんとか、江畑さんのマイストーリーとかも語れるんですけど、今日はなんか気づいたらね、もう53分経っちゃいましたね。はい、ということでね、いいですか、皆さんがなんであのこ の, あの確信が取れてないかって、自分にできるっていう確信と、もう一つです、私にできてあなたにもできるよ、私にできてあんたもできるわよ、俺にできてお前もできるぜって言える確信がないだけです。その確信を取るのはいろんな方と交流の中にしかありません。そしていろんな方と交流、名刺交換をして、その方のマイストーリーを聞いて、まあ、できれば、ね、ノートに取る、ね。そして次に会った時に、ご本人に、すいません、この間ありがとうございました。マイストーリー、もう覚えてきました。私、喋っていいですかって言って、その人のマイストーリーをあなたが喋る。その人が、うわぁ、私より上手ねって言われたら最高です。はい、それぐらいですね。皆さんは簡単です。なぜか行っている会場がせいぜい10カ所でしょ、ね、その10カ所に来ている人の顔ぶれってほとんど一緒ですから、その方たちの顔と名前と、ね、年齢と収入、それ覚えたら成功してます、うん、私は全国の会場に行った時にいろんな方と交流をして、その方のマイストーリーを、ね、覚えていました。今ね、仕事してないから覚えてません。でもね、会って話すとすぐ思い出します、はい、それぐらいですね、もういろんなことをもう今はね、やっぱり仕事しなくなるとですね、必要でなくなったら忘れちゃいますね。過去ですね、いろんな方の収入も全部覚えてましたけれど、街で会っても向こうから声かけられて、15年前のネットワークの時の人、18年前のネットワークのその当時500万とか300万とか取ってた人から声かけられても覚えてません。それぐらい必要でなくなったら忘れるんですね。はい、でも今必要なこと、それは今皆さんが 4days で活躍なさっていらっしゃる、ね、100万200万の人はもちろん OK ですよ。でもね、3万とか5万とか10万とか15万20万取っていらっしゃる方々のマイストーリーを覚えた方が現場で一番役に立ちます。
ということで、幅広く多くの方と交流をすること、これが皆さん自身が確信を取るということと、そしてあなた俺にできてお前もできる、私にできてあんたもできるよっていう、周りの方にできるという確信も取れる、これが一番です。これをやってみてください。はい、ということで今日は確信の話しかしませんでしたけれど、はい、これがもうフォーデズの真髄だと思ってますので、マイストーリー集め、ね、ぜひそれをやってください。はい、ということで今日はですね、質疑応答をたくさん受けたいと思ってます。一応、もう私1時間と思ってたわっていう人は、待機していただくと、まだ待機している人がいらっしゃるようなので喜んでくれると思いますので、退出していただいて構いません。はい、と同時に、質問のある方、何でもお受けしたいと思います。まだ2、30分は大丈夫ですから、今日は9時20分を目安に、質問を受けたいと思います。はい、どなたか質問のある方、ミュートを消して、勇気を持って質問してください。はい、あ、園田さん、毎回質問いただいてます。はい、どうぞ。井出口さん、こんばんは。いつもありがとうございます。はい、こちらこそ。あの、質問させていただきたいんですけれども、あの、確信を取るっていうことで、まあ、私もあの自分であのセミナーに参加して、いろいろあの確信を取るように努力してるんですけれども、はい、メンバーさんの中で少しずつあの仕事っていうかビジネスに興味を持ち始めた方で、お仕事をされてる方って多くって、なかなかセミナーに参加できない方も多いんですけれども、はい、そういう方になるべく早く確信を取ってもらうためにあのこうしてあげたらいいことってなんかある、うん、あったらアドバイスお願いします。はい、一番いいのはこの時間帯はだいたい皆さん仕事終わっているか、はい、このズームに出ていただくだけでも全然違いますよね。でまた反対に、はい、記録をね、小島さんとかね、はい、東條さんが送ってくれるのをね、うん、一応皆さんのところにも届くようにしてますので、それを一緒に見ていただく、はい、あ、一緒に、はい、やっぱり送っても見ないです。そうですね、はい、うん、見ないんですよ、まだ意識が低いから、でも、はい、仕事としてこれを全部見てる人はもうあの、はい、意識高いです。この中で私送ってきた、この 金曜と日曜のズーム全部出てますっていう人大体決まってます。だからね、うん、毎回出てる人は、まあ、例えば園田さんはめちゃくちゃ得意、なんでか毎回質問してるから覚えてもらいます。あ、はい、これ、ありがとうございます。すごい、これが一番の仕事ですよ。覚えてもらわないと仕事になりません。はい、うん、だから会場で会った時に、はい、あ、いつも質問されてる園田さんねって言ってもらったら、もうこれしめしめです。はい、あ、ありがとうございます。はい、最近ちょっとずつ増えてきました。そうです、言われるでしょ。はい、あ、言われます。出てますよね。はい、はい、だからズーム見るだけってそんなんですよ。はい、だから積極的にみんな同じ、はい、今度レベル低い質問大丈夫かなと思ってもしてください。なぜかその同じ質問をみんなしたいんですよ。ただ勇気がないだけです。はい、勇気がないだけです。だからそういうことなんですよ。勇気です、みんな。たった今一歩の勇気がないだけです。はい、はい、なので、分かりました。あとはズームをね、はい、そしてそれを見ていただいて興味を持たれたら、はい、実際に自分から行きたくなるはずです。うん、だからリアルで、ね、このズームのこの人と会ってみないとか、はい、これ福岡の会場に必ずいるのよとか、ね、熊本に行ったらこの人に会えるのよとか、うん、というように、例えば今日は、はい、あ、そうか、パソコンじゃなかったらわからないですね。僕はこのパソコンの画面なので、この1画面に25人載ってるんですね。うん、はい、なので、はい、それと同じようにこの全員の顔が見えるわけですけれど、うん、iPad の方は9人まで見えるかな。うん、で、はい、iPhone の方は4人だから、こうずらしていってれば見えはします。うん、ただ質問して声を出してる人は画面がパッと出てくるので顔を覚えてもらえるんですよ。はい、うん、これってね、絶対覚えてもらわないと損です。だから目立つということです、うん、ね、例えば、はい、名前は覚えてもらわなくてもいいので、例えば毎回、ね、はい、黄色の洋服を着ていくと、ね、うん、同じじゃなくて構いません、同じでもいいんですよ、ね、清潔にしてれば、ね、黄色の値段お金高くなくていいです。毎回黄色の人って、あ、いつもほら黄色の人いるじゃない、福岡さんの見たら紫のおばちゃんがいますね。ね、あれって
覚えてもらえるんですよ。だから目立って覚えてもらうと人が助けてくれる人になります。声をかけてくれる人になります。その時にね、暗い顔で睨んでたらダメです。こんな感じ、わかりますか？はい、常に笑顔でね、ニコニコして、はい、あんたいつもニコニコしてるけど何かいいことあったの？そうなんです、あなたと出会いましたっていう。はい、一人仲間が増えることは皆さんにとっての財産ですから。はい、財産、仲間、助けてくれる仲間が増えるのに皆さん一人増えてね、しかもいつも3人できたら3人としか話してない、これ何人、3人できたら3人バラバラに、あっちのテーブル、こっちのテーブル、すいません仲間に入れてくださいって言って、いろんなテーブルで喋るんです。そして帰ると3人一緒になって、どうだった、いや私のテーブルこんな人いたわよ、私のあそこのテーブルは80代ばっかりだったけどよかったわよって聞いた話をシェアすること、はいはい、これをねしていくと、はい、確信がいっぱい、いろんな、私の聞いたマイストーリーこんな人がいたわよ、私のマイストーリーこうよっていうことをね、みんなでシェアするとさらに確信が上がるということです。はい、わかりました。はい、頑張っていきます。ありがとうございました。はい、誰か次の質問。はい、ミュートを消して、ミュートを消して、はい、質問って言ってもらいます。はい、はい、お、鈴木ゆうきくんか、吉宮チーム、北海道。はい、どうぞ。あの北海道の、はい、吉宮グループの、山本健太です。はい、いくつだよ今、26歳で、はい、去年の12月に登録して、で今大体、はい、1年ぐらい経つんですが、今ちょっと直出ししてて、はい、年上の人に今結構当たってるんですが、結構断られるケースが多くて、結構そのなんか成功するコツというか、年上の方に当たるときになんか意識した方がいいこととかって何かありますか？やっぱりあの年若いとですね、まあ、大丈夫かいっていうスタンスで、はい、見られるのが一つ。だから一番は、はい、あの若いのにこいつらしっかりしてるななどと言えるよう、言われるような、やっぱり醸し出す空気感というのがありますね。自信なさそうにしてたらね、これはこれもうダメです。私に任せてください。みたいなね。うん、あの自信を持ってね、製品も会社も何を質問されても答えれる。それちょっと聞いてみないとじゃなくて、一回来てください。言えれば OK よね、あ。っていうのはすごい重要。ただね、はい、あの、はい、年上の人に限らず、誰、この話をね、待ってました。なんていう人はほとんどいないので、はい、なので、まずは、次から次にこう行くっていうスタンスでいいと思います。あ、わかりました。試合巻きの数をね、はい、増やす、はい、でもこの人はいいなと思った人はリストに残しておく、また行く、また行く、また行く、ね、だから断られてもまた1週間後とか1ヶ月後とかに会う機会があったら、先輩この間話聞いてくださいっていうか、ね、まあ、その年齢にもよるけれど、その方に、あ、じゃあこの間ありがとうございました、でも僕はまだ頑張ってます、よかったらまた話聞いていただけませんかで、はい、俺いいよ、この間断ったじゃないかって言われるかもしれませんけれど、あ、そうやってね、3回、4回、5回と声かけると、もう分かった分かった、じゃあそんなに言うんだったら言ってやるよ、あ、ね、なんて言えば、はい、その情熱に負けるというのは、でもね、大体ね、ピンとこない人置いといてください。え、でも、あ、この人良さげと思ったら取っといてください。ね、よくあの言うのは、冷凍庫に保存しておきなさいっていうのと同じようにね。はい。はい、なので、次から次。そしてね、若い人がやっていくには、ちなみに、あなたのお母さん、お父さん入ってるのかな？あ、お母さんが今、登録してくれたばかりで、うんうん。11月度で、じゃ登録となりましたね。うんうん、で、はい、お母さんは、セミナーとかには来てくれたから、いや、まだ行ってないですね。で、どういうスタンス、あ、まあ、あんたが言うなら飲むよ、それだけ。愛用として今、ご利用してくれてる状態ですね。一緒にやろうって、なんで言ってないの？なんかそういう、なんかセミナーみたいなところは行きたくないって言われてて、うん、だからお母さんって、はい、1回だけお願いがあるんだけど、1回でいいから、足を運んでほしい。なんでかっていうと、僕はお母さんとやりたいし、お母さんも分かってくれたら絶対、いやあんたすごいねって言ってくれると思うから。あ、
お母さん向いてないって自分で言ってるけど、自分のこと知らないだけだから、はい、うん、だからお母さんよりも年上の方で、お母さんよりも向いてなさそうな人がみんなニコニコして頑張ってるんだよって、あ、いかいいわよそんなとこって言われるかもしれない。だったらお母さん、俺1万円払うから来てって言う、1時間普段からやってるかもしれんけどね、1万円時給1万円で1時間だけ付き合って言ったら、まあ、しょうがない、そんなに言うなら行くわよ、来るかもしれない。その時にアップの、ね、遠藤さん、さんとかね、つなげばいい、うん、あ、わかりました。あと遠藤さん、あ、あなたのお母さんっていくつか、今50になったばかりですね。はい、遠藤さんの方がちょっと年下だけど、反対にもうちょっとそれ50代ぐらいの女性に、ね、頼んどけばいい。ああ、そうですね、はい、というように似たような年代の方々に、今日お母さん連れてくるのでお話してもらっていいですかっていうことを先に頼んでおく、はい、3人ぐらい、あ、うん、そしたらお母さんがね、あ、いつも息子がお世話になってますって言いながら、あ、あ、もう息子さん頑張ってますよって言ってもらって、もうね、あの、今日はしっかり見ていってくださいね、私もお母さん、あ、おいくつですかって聞かれたら、お母さんが52とか3とか言うだろ、あ、私55なんですよ、はい、あら、なんか若く見えますねなんておだてられながらね、交流していただくと、私も最初はやるつもりなかったんですよって、私も息子から来ましたなんて言う人がいたら一番いいよ。はい、だから親子で頑張ってる人につないでもらう。はい、うん、そしたら、私はね、息子がまた、うん、変なの引っかかったと思ったんですけれど、何かしらフォーデス始めたらちゃんとね、靴を揃えたりするようになったし、挨拶もおはようってちゃんと朝から言うようになったから、なんかフォーデス始めたら変わってきたから、お母さん一回来てよって言われたから、まあいやいや行ったんですよって。でもそこに行ったらね、私を同じような年代の方が頑張ってたので、これは私もやってみたいと思って、今は私の方が息子より頑張ってますみたいなね、あ、あるわけです。そういう人から話してもらえば、私もこういうのは苦手だし人に言うなんてねと思ったんですけど、おかげで今は10万よなんていう人がね、だパートを辞めれましたなんて言ってくれたら、今は通過点なので月収100万目指してますなんてお母さん言ってもらったら、はい、だからそういう人を見つける。あ、分かりました。だからお母さんと似たような価値観や、はい、似たような職業や、はい、お母さんよりちょっと上ぐらいの年齢の人、 OK?はい、わかりました。はい、ありがとうございました。親を味方につけると、はい、出ていけば決まるよ、みんな。はい。うん、はい、ということ、ね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、他にどなたか質問のある人はミュートを外して。はい。あ、じゃあ、あそこ、工藤純ちゃんのところ。手が言った。なんか北海道ばっかりで質問するわ。アテンダから帰ってきてテンション高いから。はい。はい。はい、どうぞ。長崎から帰ってきました、横西さんグループの栗ゆきと申します。はい、質問なんですが、ただいま兼業で、仕事をしています。おで、8時間の仕事がある中でフォーデイズの活動をしていて、現在 LINE リーダーで人数が40名ほどなんですが、ほとんどがあのビジネスの活動されてない方なんですが、うん、その方とどういうふうにこの自分の中でも限られた時間でコミュニケーションを取っていけばいいか、教えていただきたいです。うん、登録を取るのはですね、やっぱりその人間関係であったり、ちょっと興味を、まあ、製品であったり、興味を持ってもらった化粧品だったりすれば登録は取れるかもしれません、ね、でも登録を取っただけではそれは伝えたうちには全く入りません、ね、それ伝えっぱなしと言います。うん、だから、ね、何を伝えたいかっていうことが明確であれば伝わる可能性は高いと思います。だからちなみにあなたのチーム今40数名で、ね、その中で飲んでる人が多い、使ってる人が多いと思っております、ね、でもその方たちも可能性が分かったら必ずやります、うん、そのためにはまず、最初はいやもう私はもういいわよ、あなたのために使えばいいんだったら使うわよって言ってた人も、あなたがねない時間を作ってちょっとだけでもいいから会いに行く、今日仕事何時終わります、ね、え
さあその時間ぐらいに私どこそこで待ってますとか駐車場で待ってますとか相手が逃げられないようにいやいや何時に終わるかわからないからって言われたら、いや大体でいいです、8時かな、8時ぐらいですか、あそうね、いやわかんないわ、遅くなるかもしれないって言われたら、あいいです、私あの LINE とか打つこといっぱいあるので駐車場で待ってますからって言ったらね、そういう人は気になってね、8時にって言ったら8時に来るから申し訳なくなって、そしたらあよかったって言って10分でもいいんですよ、20分でもいいんですよ、その会う回数ってすごい大切なの、うん、何を話せばいいんですか、何でもいい、世間話でもいいし、飲んでどうですかとか使い方どうですかとか何でもいいので会うっていうことに意味があるんですよ、うん、それをやってるとね、あなたの情熱に負けてそのセミナーに行ってみませんかとか、あじゃあもしよかったら今日30分だけ時間くださいって言って一緒に車の中で Zoom のこの録画のビデオを見ると か、 うーん、ね、その人がぴったしこう興味を持ってくれそうな Zoom の動画を見つけておくということ、うん、結構あの100チャレンジ入ってないの、入ってます、入ってるよね、あそこに僕記録動画送ってるよね、はい、拝見しております、うん、あれ全部見てるかえ笑ってごまかしてるな全部、うんではないかもしれない、ね、あの、はい、あのね、仕事っていう捉え方をして、これやっぱあの動画をしっかり見るっていうことはすごい大切、僕でも見るんだよ、僕でも、うん、なんでかわかる、一回見こうやってやってるのに見る、なんでかっていうと、こうやってやってる時って画面に出てる人たちをよく観察しながら、あの人が出てる、あの人のためにこれ喋ろうみたいな話しながらちょっと来て、あの会場で喋ってる時もそうだよ、反応してる人や気づかせたい人をターゲットに向かって喋っていくんだよ普通、あります？なのでここではその Zoom に出ている人たちを見ながら、話をしてる、なので今度自分で一人で見ると、あさっき見えてなかった人の反応、あしまった、この人のためにこれ言ってあげればよかったなとか、反対に、また違うその、ゲストさんが喋ってる内容が、ね、ちゃんと入ってくる、うん、でも 僕はこの25人を見ながらゲストさんが喋ってるのも見てるんです、皆さんはゲストしか見えないかもしれない、うん、だからその反応を見ながら、その人にあ電話したがいいなと思ったらその人に個人的に LINE したりとか電話したりします、へー、というように、あ画面入ってたよね、あ入ってました、あ見てたんですか、うん、でもブスッとして見てなかったみたいなみたいなこと言うの僕はうん、だからね、高田翔吾くんなんかさっきからなんか食いながらとかね、あ今手に箸持ってるなんか知らんけど、これもね映ってんだからね、わかる、うん、だからこれって喋ってるスピーカーに対して、え失礼なんだよ、ね、だからこれってみんなで盛り上げるためのZoomの勉強会だから、ね、だから、今日の工藤純ちゃんのそこの、Zoomの画面のようにたくさんの人で見てくれたらまた嬉しいし、そういうやってね、本当に毎回何人も集めて見てくれてるチームいっぱいあるんですよ、うん、というようにね、一人で見るんじゃなくっていろんな方たちが見ている、そしてそこでね、さっき の、 あの園田さんみたいに質問してくれると、あ毎回この人質問してるねなんてね、それで覚えてもらえるわけですよ、うん、これって本当に目立つことってすごい重要、ただ変なことで目立ったら、あの人嫌な人ねなんて目立ったらダメよあの人だから近づかってほしくないよねみたいな目立つのはダメだよ、ね、常に笑顔でちょっとちょっとよかったら話してくれないかしらって、ね、爽やかな印象っていうのはね、あの高級品を身につける必要ないからね、あの自由でいいから、あ僕も自由だから自由いやこれ、ね、自由で今日買ってきたんだよ、ね、なので清潔であればいい、うん、だからやっぱりこうね、皆さんから声をかけられやすい人になることも大切だし、うん、だからまずはそのチームの方たちがそこで決めつけない、愛用者だとか、ね、だからあなたがなんか足しげく通っていったら、ね、よかったら私一緒になりたいんですっていう意思表示をしないと、うん、あなたにとってその40人の方を飲んでくれるだけでいいの、使ってくれるだけでいいの、一緒になりたいんだよね、うん、それをきちっと伝えないと、何々さんって私ね、一緒に本当はねこの使ってくれてありがとうって、でも私は何々さんにもタダになってほしいし、
一緒に仕事として取り組んでいただきたいんです、ね、でも私も忙しいし時間ないの。あ、いいです、私たちが動きます、アップのりほちゃんも一緒に動いてくれますって言えばいい私たちが動きますって言えばいい、ね、時間がないって言われたら私たち使ってください、動きます、誰ここにこんな人いるから聞いてもいいって言うけど、その日私忙しいから行けないの、連れてこれないわって言われたら大丈夫です、私たちが連れて行きますって言ってくれればいい、うんうん、だからその人がね、何か言われたらそれに対してその人の不安を取ってあげたり安心感を作ってあげる。でまだね、いや仕事なんて私にはとても無理だわって、喋れないしと言われたら喋れないほどいいんですよって、ね、男の人、頭がいい人ほど自分で勉強して自分で喋るから伝わらないんですよ、ね、おばちゃんはいいよ、おばちゃんはだって見に行ったらすごいと思ってるから、すごいのよって言うから、え、何が来たら分かるかって言うから来たら分かるから一回来てって、もう分かったわよそんなに言うなら行くわよって言って来てくれる。来たら知ってる人見たら、ね、なんかホッとするし、その時に誰につなぐか、その人が若い人だったら若くて頑張ってる、ね、そのりょうちゃんグループだったり、ね、吉宮君、さっきの兄ちゃんたちだったり、ね、若い子たちたくさんいるので、そういう人に、だからそのお母さん世代だったらお母さん世代で、かつ親子で頑張ってる人だ、ね、お母さんに伝えたい人は親子で頑張ってる人につなぐ、うん、それさえすればね、広がっていきます。だから皆さんが、あの人は愛用者だから決めないでください、気づいた人はやるなってやるんだから、ね、だから僕たちの仕事ってね、気づいていただくこと、ね、よく言われます、いや井出口さん、私のグループレベル低いから気づかないです。そう、あなたが気づいてないからです。あなたが気づいてません。もう私分かってます、分かってない分かってたら成功してますだからグループ動かないんだよ。分かってたらグループの人が動きたくなるようなサポートができます。だから皆さん能力持って生まれてます。だからのみの話も聞いたことあるでしょ、胴以外の部についてるのみ、はい、30センチの箱にね、容器に入れたらこれ以上飛ばなくなる、うん、2メーター80センチ飛べるんです、のみっていうのはね。でもこれ以上飛ばなくなる、かわいそうだから外してもね、ボーンとびっくりさせてもこれ以上飛ばない、飛べるの、うんね、それはなぜか、そういう嫌な痛い経験をしたから、ね、じゃあ普通の人たちは世間で毎月20万とか30万とか40万50万ぐらいの世界でしか動いてないので、月収100万の話をされた瞬間いいですって早い反応だって危険な仕事ですか、きつい仕事ですか、汚い仕事でしょう、嫌な仕事でしょう、そういうふうに勝手に思ってしまう。だから100万とか200万って言ったら、もうそれってめちゃくちゃ頭がいるとかね、もう大変だとか、もう忙しいんだとかって勝手に思ってしまう。だからそういうことと同じようにですね、みんながこれが分かってくるといいんです。だからみんな可能性を持って生まれてきてるのに、その可能性を知らないまま生きてきてますから、うん、私なんか80よなんて言われても80からね頑張ってる人いるんですよ、うんね、それこそ熊本の木村のあられの会長さんは80から頑張ってるんだから、うんうんね、1ヶ月目にピンときて1月の5日に、ね、1ヶ月目にお茶会いっぱい出られて1月の5日新年会で私に会ってね、本当に井出口さんは私でもできるとね、なっとね、聞かれました、できます、なりますって言いました。ほんなら私は井出口さん、このディレクターになりたいって言われました。ああ、締めまで10日あります、頑張りましょうって言ってね、締めまで10日でディレクターになって1ヶ月目45万でしたから、2ヶ月目なんて言われたか、このスターになりたいって言われました。残念ながら2ヶ月目は100人でしたけど、はい、それでも55万来ました。3ヶ月でスターになりました。すごい、ね、その方が時間がいっぱいあるからない、
めちゃくちゃ忙しい。スケジュール真っ黒、今でも。なのに空いてる時間は全部 4days です。うん、ね、だからいろんな方のそういうねマイストーリーを聞けば、ね、分かることたくさんありますから、マイストーリー集めです。頑張っている人の、ね、めちゃくちゃ頑張ってなくてもいいんですよ。3万取ってね、私はおかげでタダになればいいと思ったけど毎月5万くるようになりましたみたいな人がいいんですよ、ね、そうすると毎月5万、あ、5万なら私もやってみようかなと思うおばちゃんいっぱいいるんですよ。これ100万とか30万とか50万って言うから、うわ無理無理、私はそんな忙しくてできないってなるわけです。でもあのおばちゃんも3万、あのおばちゃん5万、あのおばちゃん8万、あのおばちゃんも5万、へえ、どうやったらなるの、で5万ぐらいなら私もできるかもと思うわけ。マリコさんのね、カモの法則ですけど、はい、うん、私もできるかも、3万なら、ただならと思うわけです。だから実際に3万になってる人、5万にもらってる人、ね、ただになってる人を知っておくと、これが武器になる。だからすごい人のマイストーリーじゃなくて構いません。会場に減った瞬間、ある人5万、3万、10万こう分かるぐらいのね、会場で仲良くなって武器を見つけてください。これがあなたの確信につながります。はい、はい、だからチーム40人全員回ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、最後の質問にしましょうか。誰か質問のある人はミュートを外して自分から声出してもらわないと100人くらいいるから分かりません。はい、お、はい、菊池勝彦チームかい。はい、はいはい、はい、でいつもお世話になってます、旭川の菊池です。お、菊池さんの旦那さんか。はい、若く見えた。え、いつもラーメン屋さんの格好ですけど、ラーメン屋さん辞めたんで、はい、この格好になってます。はい、ありがとうございます。あの照明をつけたら、あの若くなる。失礼。あ、ついてあるんだ。なんか暗いとね、あの顔も暗く見えるからね。はい、いいじゃない、それで。はい、ありがとうございます。全然別人じゃん。はい。で、今、メンバーさんにもマイストーリー集めるようにってお話をするんですけど、はい、なかなかマイストーリーが覚えられないみたいで、うん、マイストーリーのここはしっかり押さえていけないポイントを教えていただけたらありがたいです。ああ、だからマイストーリーって何かっていうと、あのいつから飲み始めたか、簡単に言うとですよ。だからいつから飲み始めて、いつから仕事で捉えたか、ね、だからいや俺最初からやってますっていう人もいれば、いや私なんかもう5年間やるつもりなかったわよなんて人もいれば、全然違いますからね、うん、なのでそういういつから飲み始めて、いつからスイッチが入って、その入ったきっかけと、あとはうまくいってることとうまくいかなかったこと、うん、これぐらいを質問すると、それマイストーリーになっちゃうんです。で、はい、今売り人数が何人で今いくら、これだけを聞くんです。でも、はい、自分でマイストーリーを語れる人はちゃんと語ってくれます。いや私ちょっとまたそんなのでは喋ったことないわって言われたら聞けばいいんです、うん、なので、自分にとって必要なこと、じゃあなんでやる気になったんですか。いや、うん、やる気なかったけど菊池さんが何回も言うから仕方なく言ったのよ。言ったらまたね、会場に見たことある人がいて、向こうから声かけられて、あらーって、久しぶりじゃない、あんたなんとかさんよねって言われて、え、誰だっけって言ったら、高校の時のほら同級生の、あーなんとかさん、いや名前変わってるわよって言われてね、で話したら、あんたもやってるのって質問、いや飲むだけだけど今日菊池さんが何回も言うから来たのよ、あらもったいない、下がいいわよ、私なんか50万よって言ってくれたら、はいというように、そこでスイッチが入ったなどという話をね覚えておくんですよ。そうするとあのいろんな方のマイストーリーが役に立ちますので、そういう起承転結というか面白いマイストーリーをたくさん持ってた方がいいです。だから、はい、いろんな方のマイストーリーをねしっかり頭に入れて、はい、短く喋る工夫をしてください。はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ最後にあと一人、はい、誰かミュート外して質問、はい、お、はいはい、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 大林さん、はい、質問は、あれ聞こえないよ全然、あら声が全く聞こえません。あら、画面が止まってます。画面
今聞こえません。全く聞こえないけど。あれ？あ、いや、あれは聞こえた。あ、聞こえますか？あ、今聞こえる。はい。あれ？はい、質問どうぞ。あうーん。では、質問どうぞ、早く。はい、聞こえますか？はい。はい。あの、私のメンバーさんでご家族に伝えられないっていう方がいらっしゃるんですけれども、そういう方にはどういうアドバイスをしたらいいでしょうか？ご家族に伝えられないというのは何で伝えられないの？そういうのが嫌いとか反対とか、厳しいとか。そうですね、あのネットワークビジネスにちょっとやっぱり偏見ね、偏見をお持ちの方だと思うんですが、うん、はい、いろんな価値観やいろんな方々がいらっしゃるので 100% の方が、受け入れてくれるわけではありません、はい、でもその方がどうしてもやりたいんだったら、やっぱり家族の理解があった方がいいに越したことはないです、はい、うん、でもそれを、やるにはその方とその、まあ、家族の関係であるとか、でまた、はい、その家族の方が過去にどれだけ嫌な思いをされているのか、またそのこの経験によってしか、はい、難しいっていう人もやっぱりいらっしゃいますので、はい、なのでそこは、その方の状況を見ながら、はい、考えていくしかないと思います。なので、はい、なぜそうなのかということを、遡って聞いてみたり、誰かがうまくいかなかった人を知ってるからとか、でも鼻からダメだ、はい、もう鼻からダメな人はな、もうまず会おうともしませんし、はい、すごい人なのって言うたら、すごい人に会ったらやらされる、かわされる、売らされると思ってますから、もう会いたがりません、はい、そこを突破するのはやっぱりその方が努力をして、もう私はタダになったよとか、毎月3万来るようになったよとか、やっぱり結果を早く出すことが、はい、やっぱり受け入れてもらえることはないと思います。はい、なのでやっぱりその方がいつもと違って家のことも完璧にこなし、フォーデーズ始める前よりもしっかりこなすようになったら、フォーデーズ始めたら何でもちゃんとするようになったななんて言われたら、家族を聞いてくれるかもしれない。でそれがね、フォーデーズ始めた瞬間からもう家庭はおろそかにして、料理はしないわ、ね、もう炊事洗濯もほったらかされて家は片付けない、これだったらもう絶対反対されますから、はい、うん、だから家のことは今まで以上に完璧にこなすようにならないといけません。はい、うん、だったら聞く耳持ってくれるかもしれません。はい、その人自身がやっぱり、はい、意識を高く持ってもらうっていうことが大切なんですね。そうです、やっぱり早く確信を取っていただくしか、はい、伝わらないし、不安を持っている人が、はい、伝わることはないです。やっぱ確信をしっかり取る、はい、そして、その方が早くグループを作って収入を取っていただく、そのためのお手伝いをまず一緒に行ってあげるとかね、はい、やっぱり努力をしないと難しいかもしれませんね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、もう9時半になってきたな。ちえちゃんどうでしょうか、この辺ぐらいかな。まだ質問受けた方がいいかな。はい、どなたか最後、じゃあもう一人だけ受けましょうか。はい、どうしても喋れ、質問したい。なければ終わりますけど。これやっちゃうか。ユーチューブ外して質問していただけ。あ、アイコンさん。はい。こんばんは。はい、こんばんは。今日はもうありがとうございます、井出口さん。最初に私と岩坂さんのマイストーリー分かりやすく、めっちゃ嬉しいです。で、最近2、3日前、ちょっとこれと関係ないけど、Facebook というのを顔を出したんですよ。ね、はい、そしたらいろんな方から、友達リクエストかなして、はい、共通の方が、まあ、井出口さんとか誰かあったら OK で、承認させてもらった方がいいんでしょうか。それはですね、全然構いません、はい、いいんですか。自分がそうやっていろんな情報を取りたいとか、いろんな方とつながりたいという方は、それはそれでいいと思います、ね、どん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 増えてくるから、もう 毎日こう来るんですけど、はい、なんか大体フォーデーズの方だと思います。あ、それだったら OK ですね。なるほど、はい、僕の名前が入ってればです。入ってたら大丈夫です。わかりました。大丈夫とも言えないけれども大体、はい、まあ、息子とかもフェイスブックでね、はい、そういう関係で見てもらったら帰っていいかなと思いながら、はい、今ですごい閉鎖してたんですけど、ポン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 オープンにしてます、はい、ありがとう。それでちょっと昨日なんですけど、続けて、はい、この前元 NP している方が、
ちょっとスイッチ入って、はいはい、でまた紹介してもらって、はい、でそしたらその方はちょっとサミットとか言うんですかね、その人の紹介で、はい、っていうのはどういう意味か分かんなかったんですけど、あサミット、ああナチュラリプロスのサミットに入ってるってことね。師匠が来て会ったんですけど、はい、最終的にあのセラムを塗ってあげたらびっくりされて、あのそれ使うなら使うでいい、他からもすごいこう誘われてる人だったんですけど、うんうん、男の人からね、でも情報だけ で、うん、でその方はちょっとまあ お金持ちやねんけどお金が欲しかったですね、そのシステムの話を全然ね知らなくて、はい、で昨日私はちょっとそれを伝えてちょっとプランを渡したら、へーって言って、でもその最近入った方が私が代わりにあのビジネスセミナー、まあ、明日も行って次もあって確信取ってくるねって言って今やる気スイッチオンです。うん、だからその方はもう自分がそっちで何歩か収入もらってるからお仕事はあのそっちのサミット、サミット今サミットないですよ、収入はないんですけど、そんな感じで言ってはったから、でも仲良くなってきたのがこのタイミングにと思って顔ちょっと半分濡らせてって言ったら、へーってびっくりして、え、あ、分かる分かるってなったんですよ。へー、ナチュラリプラスもそういうのをやってるんですけどね、半分塗ったら上がる。ああ、でもそれと全然違うみたいですよ。なんか上がり方がちゃうって言って、はい、でもうこれ使うぐらいだったら使うわって言って、まあね、まあ、その人私につないでください。わかりました。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。ちなみに相川さんはね、はい、あの70歳ですけど、とても70に見えないのでしっかり顔を出していただいて、もそしてあのせっかくズーム出るんだったら照明こうつけられたら顔が明るい。そうなんですか。あの正面からつけるんです。あのこんな感じです。こういう照明。そういうの売ってるんですね。売ってます。3000円です。3000円。あ、もうちょっと綺麗に映りますか。はい。LED で。はい。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。相川さんの場合はですね、はい、相川さんの息子さん今50。ね、息子はまだ若いです。あ、45か。イノシシだから1980何年かな、83年、はい、うん、でももう一人はまだ34になるかならなったとこかな、うん、はい、ちょっと高齢で産みましたので年が若いです。はい、ダイワーリースの方はどなたでしたっけ、弟さんか。あ、私の実の弟ですね。はい、弟さんは2800億の会社の社長さんですよ。あさってちょっとね17回忌で会うんですけど、その時にちょっといいから飲んでって言おうかなと思って、はい、いいから飲んで言ってください。はい、もう元気になるから、もうコロナの中で頑張らなあかんからね、ちょっと塗っています。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。早くスターに戻してください。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということでもう33分になりましたが、はい、はい、どんな感じかな。はい、はい、他にないでしょうか。はい、はい、ではですね、入口さん、今日はあの本当にですね、時間を延長してあのお話ししていただいてですね、本当にありがとうございました。はい、このあと2週間ですね、メンバーさんでもタイトルアップを目指してという方もいらっしゃいますし、今日は鹿児島からこうやってまたあの応援に来ていただいています。はい、鹿児島から山形にね、はい、はい、来ていただいています。そうか、こうしたらいいか。はい、大丈夫よ。はい、うん、はい、あと2週間頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、それでは来週の金曜ズームなんですが、こちらも、またですね、毎週毎週すみません、ゲストさんは依頼中になります。また近日ご案内したいと思います。はい、そして、日曜日大阪の小島さんのズームあります。小島さん、ご案内の方お願いしたいもいいでしょうか。はい、皆さんいつもお世話になってます、大阪の小島です。日曜ズーム、毎週19時から開催しております。今回のゲストは、奈良県といえばこの方、山村ツインスターディレクターをお招きしております。あのお花、お茶、三味線、お琴の師範でいらっしゃって、いつもこの凛とした姿の中で、とにかく お話をされるとユーモアいっぱいで、もういつも周りは笑顔でいっぱいという方でございます。あの前職ではあの代理店形式のところで、活動をされており、あの随分苦労をされたとお聞きしております。あのぜひ皆さん、あの気軽にご参加の方よろしくお願いいたします。失礼します。はい、土曜日を、土曜日は、そして、横田さんも、ね、今日、はい、ご参加されてますが、20時から、ミノチューブの方の、開催をされておられます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
横田くんのなんか勉強会があるんだったらぜひね、土曜日の、Zoom もすごく今から頑張っていく人のためにはすごく参考になるというか勉強になりますのでぜひね時間作ってみてください。はい、田島さん、井出口さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、また来週金曜日ですね、このZoom配信していきますのでたくさんの方のご参加お待ちしております。本日もありがとうございました。